縄県、障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくりの条例についてであります。特にご意がありませんか。今日この日を迎えられたことは本当に嬉しく思います。政治を皆さんが本当にこう変えていく、それを私たちの目の前で実現をさせていただいたとこのように思っております。今日道は開かれました。その道を通ってインクルーシブ社会を作っていくのは障害のある人ない人すべての県民にとってのこれからの仕事です。共に頑張りましょう。インクルーシブ社会をみんなで目指していきましょう。